科学分析上後、2018年現在、廃墟となっている。1945年頃の大阪陸軍造兵賞の敷地図大阪砲兵、交渉は、大阪府大阪市にあった大日本帝国陸軍の兵器交渉。太平洋戦争の敗戦まで大口径の火砲を主体とする兵器の製造になった、アジア最大規模の軍事工場であった。また、 戦前中の日本では、重工業分野において、トップクラスの技術や設備を持っていたため、観光庁や民間の要望に応えて、兵器以外の様々な金属製品も製造していた。最終時の名称は、大阪陸軍造兵将。旧科学分析上、明治維新後、第二本帝国陸軍建設の指揮を振るった、兵部、大輔大村松次郎の権限により設置が決まった。 1870年3月4日、幕府の長崎製鉄所の機械及び技術者、職工を移設して、兵部省直営の造兵士が新設された。同年4月13日に、大阪城青谷口門内中字切り元番所を仮城として事務を開始した。大阪造兵士は、陸軍省の発足とともに、1872年4月15日、大砲製造所と呼ばれた。 さらに1875年2月8日の組織改正で、法兵、第二方面内法兵師匠と改称された。1879年、法兵交渉条例の制定に伴って10月10日陸軍省たち、オツ74号より大阪法兵交渉となり、1923年4月1日より施行された陸軍増兵省令によって、 陸軍造兵賞大阪交渉と解消されるまで、単に、方兵交渉の名で、大阪市民に呼び名らされた。1940年4月1日、陸軍兵器本部の設置に伴い、大阪陸軍造兵賞と解消。当初の敷地は、大阪城三の丸兵造跡地だけであったが、1912年までに、玉造り口定番下屋敷跡地や、 京橋口定番下屋敷屋土地へ拡張され、1940年には上等連携場へ拡張された。廃線直前は土地596万平方メートル、建物70万平方メートルを有し、民間から土地220万平方メートル、建物35万平方メートルを借りていた。また、1945年8月頃の、 最大行員数は約6万4000人であった。当時、大阪砲兵交渉はアジア最大の規模を誇り、陸軍唯一の大口径火砲の製造拠点であった。主に火砲戦車、弾薬類を開発、製造していた。また、鋳造、金属加工分野では、当時の日本においては最先端の技術水準を持っており、軍需だけでなく、 中鉄管や橋梁といった民事も受注していた。東京の靖国神社にある青銅製の第二鳥居は、1887年に大阪法兵交渉で鋳造されたものであり、現存の靖国神社の全4機の鳥居のうちでは、最も古く、また青銅製の鳥居として、日本一の大きさを誇っている。日本で初めて製造された中鉄管を用いた。 大阪上天守閣南西側の内堀にかかる水道管も大阪法兵交渉で製造されたものである。1945年6月26日、7月14日のアメリカ陸軍航空軍第20航空軍による爆撃では大きな被害はなかったが、8月14日午後、 約150機の B-29 の集中爆撃で、交渉は80%以上の施設が破壊され、その機能を失った。空襲による、砲兵交渉校内での死者は382人と報告されている。ただ、隣接地域を含めた犠牲者の総数についてはわかっていない。戦後、焼け跡地は、不発弾が多く危険だという理由で放置され、 約20年近くさらちのままとなっていた。そこに、敷地から鉄くずを回収し生計を立てる、アパッチ族と呼ばれる人々が集まり、バラック集落を作るまでになった。アパッチ族とこれを追う警官との間に取り物合戦を繰り広げ、昭和30年代初頭まで新聞を賑わせた。海港県が1959年発表した小説、日本三文オペラは、 当時のアパッチ族たちの生活を描いたもので有名になった。小松左京も1964年に発表した初めての長編 SF 小説日本アパッチ族で当時まで残っていた跡地をイメージし社会と隔離した地、追放区として登場させている。実際にアパッチ族の一員であった在日朝鮮人作家の両席術も1994年出版の辞書。 夜をかけてに当時のことを描いている。2009年9月にアカシアさんま主演で世田谷パブリックシアターで初演された生瀬勝久作のワルシャーの花もこのアパッチ族を描いたものである。敷地は現在大阪城公園の一部、大阪ビジネスパーク、JR 西日本森の宮電車区、大阪市高速電気軌道を森の宮検車場などになっている。 現存している部分には、京橋口付近に、表門、便所、科学分析場、青屋口付近に、石像アーチに上げ門などがある。青屋口にあった1873年春工の旧本館は、保存運動や文化庁の調査指示を無視した大阪市によって、1981年5月2日に取り壊しが強行された。跡地には現在、大阪城ホールが建てられている。 多摩作り口付近にあった診療所あとは1991年9月17日大阪国際平和センターに予想意を新たにした旧科学分析所、旧便所へはありがとうございます。